ロンドンオリンピックではお伝えしておりますように連日日本選手の活躍が光ります。そんな選手が代表合宿の際などに利用している北区のトレーニング拠点では、今日選手に提供されている食事プログラム勝ち飯が公開されました。勝てる体づくりを目指す勝ち飯は、選手を食の面から支援しようと JOC 日本オリンピック委員会と味の素が共同で行う取り組みで、味の素ナショナルトレーニングセンターの食堂で提供されています。一品ごとに細かく栄養素が表示されていて、持久力維持、疲労回復などといった体づくりの目的に応じて組み合わせを選べるほか、管理栄養士のアドバイスも受けられます。例えば持久力をつけたい場合は、今日でしたらこの中で、そのエネルギー源もちょっと意識して取ろうかなと思った際には、あれこちら、見ての通り、牛肉とともにじゃがいもですとか人参ですとか根菜類がありますので、選ぶんだったらこういったものをおすすめ、あとこれ先ほど入り口でおすすめした緑黄色野菜、ほうれん草の小鉢で、あとコーンも入ってるので、よかったら。疲労回復にはビタミン B1 を多く摂ることができる豚肉を含めた組み合わせがおすすめだということです。食堂では毎日の食事が試合やオリンピックにつながればと活躍を期待しています。